はい、長井坂城址 2.5 キロ。ま、下るんだそうです。すご。行けるんですかね。なんか嫌なんですけど。随分すごいとこですね。随分こっちまで来ちゃったんだな。ではまたね、近くになりました。ここまで来たらね、左だそうですよ。 1.5km です。指示停止はしっかり止まる。もうそろそろじゃないですかね。お、右ですかね。これはなかなか大変そうですね。これ車入れるんですか。500メートルです。城もすごいところに作るもんなんですね。これだとあれですね。ある意味敵も攻めるのが嫌だかもしれません。あ、そこですね。あー、
ごいすごい。あ、インターチェンジが眼下に望めますね。何インターなんでしょう。長井坂城址です。城跡。城跡と言われてもですね。これは。ちょっと危険な感じがするんで、戻りますね。まあ、出没注意ですよ。幹線道路に出るんでしょうかね。ありましたね。いや、ああもうここまで来てるんですね。でも川のですね、まだこっち側なんですね。これはいけませんね。ね、あれ17号なんです。これはもう桜ですかね。この先にはね、まあ、ちょっと、まあ、すれ違いで大変なトンネルみたいなのがあったりして、まあ、大変なんですけど、ちょっとね、これ、そうだな、大丈夫かな、ちょっとの間なんで、写真だけね。